はい、どうも皆さん、こんにちは。藤川さんです。いや、最近ね、勉強もちゃんとね、やってはいますが、最近すごい体を崩すんですよ。財布をなくしてからね。ちょこ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 。体調崩すんですけど。耳が、ちょっと聞こえなくなってしまって、聴力検査の結果をね、ちょっと見せようと思うんですけど、これで合ってるかな？わかりますかね？これ2回目、1回目の写真が多分この辺に出されたら出したいなって思ってるんですけど、これ2回目。やっぱり1回目よりね、2回目の方がすごい聞こえが悪くなっていって、イソソビルドっていう薬をね、前回お話ししたと思うんですけど、それとめまいを改善する薬とか、なんかいろいろビタミンの薬とかいろいろ飲んでるんですけど、薬をちゃんと飲んでてもね、これなんですよ。で、最近バイト先で食中毒にあってね、もう嘔吐、下痢、腹痛と、もう三拍子揃った最悪な、もうね、出来事がありまして、メンバーシップも普通のね、皆さんが今見てくださっている動画も全て止まってしまい、ね、ご迷惑、ご心配おかけして申し訳ございませんでした。ちょっとね、8連勤ぐらい行ったのかな。居酒屋と工場の方を全部合わせると、工場が休みの日は居酒屋があったり、居酒屋がないときは工場があったりするんですよ。だからもう8連勤とか10連勤とか当たり前のようにね、続くんですが、いやーねー、今日、食中毒になった関係でねえ、なぜか工場の方も休みになっちゃって、休みっていうか働けなくなっちゃったんで、居酒屋はなぜかね、働けるんですよ。ダメだと思うんですけど、ちゃんと行ったんですよ。でも点滴3日間通って薬飲んだ後に働いてるので、まあいいのかなとは思うんですけど、ね、皆さんにはね、ご心配、ご迷惑おかけしておりますが、みたいな感じですね。いやー、耳は突発性難聴、芸能人の方とかね、いろんなねえ、著名人の方もなったり、
する病気になってますが、まあストレスが原因だとね、医者に言われました。まあこれ動画で言うのもあれなんですけど、まあ仕事のストレスもあるっちゃあるんですよ。でも工場もね、居酒屋もまあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、耳聞こえないっていうふうにね、伝えたら、都合の悪いことは聞こえん、都合の悪いことだけ、ん？都合の悪いことは聞こえなくて、都合のいいことしか聞こえんねえろ、みたいな。ねえ。まあ、ちょっとパワハラチックなこともありましたが。まあ、いろいろ言われますよね。突発性難聴になりましたっていうと。な。まあ、でも、ねえ、ネガティブなこと言ってる場合じゃないんで、勉強頑張って、単語帳ね、契約単語全部完璧にして、まあ今は8連勤、12連勤とかね、いろいろね、こう毎日働いていたので、もう神様かな、誰か知らないけど、のお告げで、ちょっと休めっていうことなんだろうかなっていうふうに捉えて、自分の体を休みつつ、まあ、勉強をね、やるってことだと思うんで。ちょっと、まあ、ポジティブに捉えて、ちょっと過ごします。いや、この子も可愛いですよね。名前は何だっけ？何書いてあるかな？ミニオンのキャラクターなのかな。フラッフィーだったっけ。まだ分かんないけど。まあこれはねえ、真剣にお話ししてますので、一切ふざけておりませんので、その辺をご理解ください。じゃあ次の動画は単語帳をやってると思うので、お願いします。ご視聴ありがとうございました。